皆様こんにちは。今回ご紹介する物件は兵庫県の南部東播磨地方に位置し、日本で最初の金物の町と言われる三木市にございます。それでは宅内をご案内いたします。間取り 10SDK の木造2階建てでございます。こちらは玄関を入って左側の田の字型の和室でございます。障子や襖を開けていただくと風の通りもよく、広々とした空間となっております。こちらは1階の洋室でございます。応接室としてもお使いいただけますよ。こちらはダイニングキッチンでございます。平成20年にキッチンなど水回りをリフォームしてありますので、快適にお使いいただけます。こちらは2階の洋室でございます。2階の和室でございます。こちらは広々とした倉庫でございます。ガレージとしてもお使いいただけますよ。倉庫内にあるお手洗いでございます。こちらは約120坪の田んぼでございます。三木市で自給自足の田舎暮らしを満喫しませんか？お気軽にお問い合わせくださいませ。